フェバーシャムのアーデンは、エリザベス朝時代の儀曲。書籍出版業組合の記録に登録されたのは1592年4月3日で、同じ年にエドワード・ホワイトによって出版された。内容は、妻とその愛人に殺害されたトマス・アーデンの事件を、事件の発覚、処刑まで描いたものである。地域的に遠く離れたところで起こった事件や、歴史的な出来事ではなく、 同時代に英国の地方で起こった犯罪を扱った芝居であり、現存する中では最古の家庭悲劇と考えられている。著者は分かっておらず、トマス・キッド、クリストファー・マーロー、ウィリアム・シェイクスピアなどの名前が著者の候補として挙がっている。単独作であるか共作であるかも分かっておらず、シェイクスピア外典の一部としてみなされている。コンピュータを用いた。 軽量文献学の発達により、本作の著者が誰かを突き止めようという学問的な関心が高まっている。トマス・アーデンは、チューダー朝初期の成功した実業家だった。1508年に、おそらくのリッチで生まれた。アーデンは、宗教改革の混乱に乗じて、富を築いた。具体的には、1538年に、ヘンリー・パッセイが没収した。 カトリック修道院の財産の売買である。アーデンが殺人を犯した家は、もともとは、フェバーシャム修道院の宿坊だった。アーデンの妻アリスは、モズビーという名前の仮想階級に属する愛人がいて、二人は、夫の殺害を企んでいた。何度か計画を失敗した後、二人は、カレーの元イングランド領出身のブラックウィルと、 ルーズバッグという元兵士たちを殺し屋として雇った。そして1551年2月14日、アーデンは殺害され、死体はセントバレンタインデーの祭りに訪れた人の誰かのやったことに見せかけるため、吹雪の中に捨て置かれた。しかし、殺し屋たちの足跡が消える前に、吹雪が止んだ。足跡は家まで続いていた。事件は発覚し、 殺し屋たちはすぐに犯行を自白した。アリスとモズビーは裁判にかけられ、有罪判決を受けた。その年のうちにモズビーは、公主刑に、アリスは家計に処せられた。ブラックウィルは、フランドルに逃げた。イングランドの記録には、ブラックウィルが、フランドルで処刑されたとあるが、フランドルの記録ではイングランドに送られ処刑されたと、ある。いずれにしても、 家計に処せられたものと思われる。ルーズバッグは脱獄し、その後の消息は不明である。他にもいた共謀者たちはさらし公主刑に処せられた。その一人、ジョージ・ブラッド賞は配達した封書の中の曖昧な文章で有罪判決を受けた。明らかな誤審であり、死後に無罪を宣告された。この話は、ラファエル・ホリン・シェッドの 年代記を通して、エリザベス・ワサトに広く知られていたようだが、事件はつい最近のことで記憶にも新しかった、ことだろう。この劇の作者の知人の中には、当時のことをよく覚えている人たちもいたものと思われる。この芝居とホリニシェッドの年代記両方が、ブロードサイドのバラッドである、ザ・コンプレイント・アンド・ラメンテーション・オブ・ミストレス、アーデン・オブ・フェバーシャム・イン・ケントの原作となった。 劇は、殺人、裁判に至る事件の流れだけでなく、事件の込み入ったテーマ性まで掘りにシェッドの年代記に忠実である。また主要登場人物は前述のルーズバッグを除くと、全員実名である。最初の場面で、アーデンはひどく曖昧な人物として描かれる。アーデンは、不摂生で横暴で、不正直に見える。グリーンという名前の友人から、土地の一部を、 実質、騙し取る。もちろん、この性格描写は、邪悪な女の恐るべき悪意と偽善、乱らな性への悪ことなき欲望、殺人者全員のはずべき最後と本の表紙に書いてある、劇の意図を変えるものではない。このジャックは、この匿名のエリザベス朝劇作家が波以上の、複雑なキャラクターを生み出す能力があることを、示している。それは殺害シーンについても言える。 殺し屋たちが霧の夜にアーデンを見つけようとする下りの間に迫った緊張感と殺し屋たちの無能な試みのほとんどベーソスナないユーモアの結合がその例である。この劇は当時匿名で1592年、1599年、1633年の3回4折版として出版されている。最後の出版はその年。 大番紙にアリス視点で書かれたバラッドが載ったことから出された。どの表紙にも上演や劇団の記録はない。それはこの劇がエリザベス超演劇の主流以外書かれた劇であることを暗示している。しかし、この劇は決して忘れ去られなかった。ジョージ・リロによる改訂版がほぼ3世紀にわたって上演された。1921年にオリジナル版に戻され、 それ以後も、断続的に上演されている。1799年には、バレエ版が、サドラーズ・ウェルズ劇場で上演された。1967年には、アレクサンダー・ゲールが、アーデン・マスト、大として、オペラ化した。1656年にアン、アニグザクト・パーフェクト・カタログ・オブ・オール・プラズ、ザット・ワー・エバー・プリンテッドというカタログにこの芝居が、出てきているが、明らかに、 甲の揃え方にミスがあるフェバーシャムのアーデンはバーナードリッチの作品として記録されているがその可能性は極めて低く上の行ではパリスの審判がシェイクスピアの作品とされているこれは行組の間違いでおそらくこのカタログはフェバーシャムのアーデンをシェイクスピアの作品として記載するつもりであったのではないかと推測される作者に関しては 詳細な分析が行われてきたが、いまだに回答は得られていない。シェイクスピア説が最初に唱えられたのは1770年のことで、提唱者は、フェバー・シャムの古物研究家、エドワード・ジェイコブだった。他にも、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン、ジョージ・セインツベリー、19世紀の評論家、チャールズ・ナイト、ニコラス・デリウスが、シェイクスピア説をとっている。他にも、 この劇は最低でも一度、区内大臣一座一座によって演じられ、その時シェイクスピアが役者として、シェイクバッグを演じたという説。この劇を出版した、エドワード・ホワイトは、シェイクスピアのタイタス・アンドロニカスを出版した人物だからこの劇も、そうだという説がある。シェイクスピアが若い頃、フェバーシャムで上演した旅回りの一座のメンバーだった、らしいという証拠がいくつかある。 もしそれが真実なら、地元の人から、事件のことを聞かされた可能性もあるかもしれない。シェイクスピアの母親の名前が、メアリ・アーデンだったというのは、事件とは、何の関係もない偶然の一致だが、その偶然が、シェイクスピアの関心をこの事件に向けさせたということは、なくもない。ちなみに、シェイクスピアが、お気に召すままの舞台に選んだのも、アーデンの森だった。 クリストファー・マーローの名前も作者の候補に挙がっている。キャラクターの強い劇場と際立って、徳の高いヒーローの欠如は、マーローの特徴と共通したものである。マーローは、カンタベリーの近くで育って、この劇で示される地域の知識は持っていたようである。フレデリック・ガード・フレイや、チャールズ・クリフォード、エイチ・ダグデール・サイクス、ブライアン・ビッカーズなどは、トマス・キッドを、 候補者に挙げた。キッドは一時期マーローと一緒に住んでいた。この芝居の著者についての議論には、以下のような論点が含まれている。2006年に、アメリカ合衆国マサチューセッツ大学アマースト校に、ある、マサチューセッツルネサンス研究センターのアーサー・キニーと、オーストラリアのニューカッスル大学言語学的、文体論センターのディレクターであるヒュー・クレイグによる、シェイクスピアのコーパスを、 コンピュータを用いて、フェバーシャムのアーデンと比較する分析が実施された。これにより、フェバーシャムのアーデンの中間部分は、単語の出現頻度や語彙選択などの観点からして、シェイクスピアによって書かれた作品と一致する特徴が見られるということが分かった。この研究に対しては、2008年、ブライアン・ビッカーズが、 タイムズリテラリーサプルメントで反論し、連語の出現頻度に基づくコンピュータ解析によると、トマス・キッドが最も有力な著者候補であると考えられると主張した。2015年に刊行されたマクドナルド・ P ・ジャクソンの研究では、フェバー・シャムのアーデンの中間部分では、後半にシェイクスピアの執筆の形跡が認められ、 芝居の最初の部分でもいくつかシェイクスピアの手が入って、いると疑われる文章があるという主張が述べられている。2013年、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーはシェイクスピアを部分的な著者とする、フェバー・シャムのアーデンの番を刊行した。ありがとうございます。